愛する相方へイチャイチャチョコレート交換。なんか不穏なタイトルだな。不穏しかありません。さあ、この2月といえばバレンタインデーでございます。バレンタインデー、というわけです。今日は普段お世話になっている相方に愛情の詰まったチョコレート菓子を作って交換し合いたいと思います。で、どこにイチャイチャ要素が、イチャイチャ要素ですか、聞いちゃいます、ではですね、いや省いてもいいのよ。いやもうね、悲しいですが用意してあります。ででん、こちら愛のイチャイチャボックスと申します。こちらにですね、こちらは相方が作っている間に、こっそり丸々しちゃえというイチャイチャ指令が入っているそうなんですね。こっそり丸々してしまえ、しちゃえ、丸々してしまえ、もう何言ってんだろうって感じですけどね。僕からじゃあまずは吉次さんに向けてチョコを制作したいと思います。というわけで吉次さんにはこのボックスをですね、ボックスを引いていいのか、引いていただきます。買ってチョコペン。買って湯煎してないじゃねえか。すごいぞ、これは前途多難だな。前途多難です。ちょっと、俺の方も前途多難だよ、これ。相方をツンツンし、一番敏感なスポットを探す。嘘で、僕も知ってるんですけどね。いやバキバキだったチョコペンに、そう、バキバキだったチョコペン、湯煎完了しました。もう本当に湯煎しといてください、本当にもう。あっちそうですよ、生身で触ると危険ですよ、こうやって、そうですよ、こうやってつけて、これはユーマの敏感なとこ触ればいい。あ、そうだった、それすっかり忘れてた。もう俺は知ってるんだぞ、忘れてくれや。俺は知ってるんだぞ。なんやねん、いや怖いんだけど後ろから近寄ってくんの。何、もうすでに何かもう違う、これは脇とかじゃない、脇とかじゃない、脇とかじゃない、脇とかじゃない。ユーマはね、レックの時大変だって言ってたから、多分ね、やめや、やめややめや、何の記憶覚えてない、その話したけど。あのレックでさ、ね、あのこうヘッドホンつけてコードが垂れてるじゃん。そうそうそう、擦れるだけでやばいらしい。気になって歌に集中できないってなる。そんなこと言ったらもうすごいチョコ溶けてきちゃった、なんか汗かいてきて、すごい汗かいてきちゃった。もうくしょー、他のまだ、お、まだ諦めずに、くそ、あ、それ気持ちいい、あーいやいや、触り方何、その触り方、その触り方何、こうやってね、ごめん、こうやって、何その、その汚えダウジングマシンをしまえ。あ、ボックス他の引いてもいいですってよ。何相方の耳たぶをつまみ、その柔らかさを何かに例える、何かに例える、何その企画。これ考えてんのおじさんなんだろう。スタッフおじさんしかいねえだろう。もう柔らかい、あるよ。ちょっとすげえ柔らかい、ちょっと、なんか、思ったよりなんか、あの気持ちよくて動揺が隠せない。あ、なんだこれ、なんか触ったことある感じがする、触ったことある感じがする。あー、また触るじゃないの。なんだっけ、肉の部類だ、肉の部類。島町、うん、俺の耳たぶは島町、皆さん、僕の耳たぶは島町です。さあ、じゃあそんなこと言ったら、それぐらい柔らかいと思う。そんなこと言ったら完成ですよ、僕も。だって自分の微妙硬いもん。あ、本当ですか。あ、自分の確認してる。島町感ないですか。島町感ないな。というわけで、あの吉次さん、ちょっとそんなことされて作ってたんで、動揺が隠せなくてですね、こちらです、ドン。きらびやかにしようとしたんですけど、動揺が隠せなくて、最終的にあーんって書きました。バカ野郎。でも意外と分かったことは、他の人の耳たぶ触るのって結構気持ちいいっていうことに気づいた。あ、本当ですか、うん、マジっすか、ちょっとその指令俺には出てこないかな。あ、耳たぶから。何
そんな差し込みあんの？耳たぶから行きましょうとか言う。いや、ちょっと耳たぶから行けって言うんで、ちょっと耳たぶから失礼しますね、うん、うわ、なんかすげえ緊張す、怖いな。怖えよ、怖えよ、何やってんだよ。なんだ、やばい、触り方がやばい。硬いですね。硬いですね。耳たぶここですよね。あれ出てこねえ。なんだこれ。いいですね、吉純さん。これはなんて言えばいいですかね。弾力があります。あるだろう。車の、あるじゃないですか、扉の、あの脇っちょについてるあの閉めるところのこう。ゴムでできたパッキン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 みたいな、うつぐさんの耳たぶパッキンみたいな。ちょっと、あ、もうちょいかかりそうですか。あ、もうちょっとじゃあこの間にもう一通ぐらいやりましょうか。相方をハグ、心臓の鼓動を伝える。何書いてるの、何決めてんの。アスナロダキです。吉井さん、これがアスナロダキです。プルプルしてる、プルプルしてる。鼓動が、鼓動が、あれ、鼓動の音がしない。鼓動の音が聞こえないぞ。これどうやって鼓動を感じたらいいんだ。おい、動脈で測る。ちょっとなんか鼓動を感じないですね。どうしたら鼓動測れるんだろうな。あー、いいですね。あの、それ脈測るやつでしょ。アスナロダキの変形型みたいな感じでこう。いいじゃないですか、これ。あ、でも、あー、毒って感じですね。毒です。安定してますね、吉純さん。いい脈してますね。できた。できました。うん。どうぞ。これは一体、うん、いっぱいチキン。でもなんかわかる、わかるチキンのカラフル感がいいですよね。ね、いいでしょ。なんか、うん、もうなんか何もかもを放り出してチキン感がすごい、もう、うん、溢れ出んばかりのチキンを感じます、うんうん、さあ、というわけで皆さんも、うん、バレンタインには好きな方に、うん、あーん、いっぱいチキと。なぁ、つなげるのなんかすごいな。アワーワードになるな。あーん、いっぱいチキと、あの好きな人にね、こうぜひ気持ちを伝えていただきたいと思います。さあ、というわけで以上、愛する相方へイチャイチャチョコレート交換でした。弱を破って眩しさ引き連れて、時にミステリアスに、そっと来る。